東通村の獅子舞は入り口と幌部の集落において伝承されています。岩手県建国地方に見られる山伏神楽と同じ系統のものですが、東通村の獅子舞としての特色をよく保って伝えられています。獅子舞や能舞では正月の夜に集落において芸能を披露します。Oh,
探して